キンプリ兵やヤー仕様が気持ちが強すぎて仲間から逃げた理由とは驚きの真相。平野紫耀がキンプリのメンバーから逃げた理由は気持ちが強すぎてと述べられています。キンプリの冠番組キング・リンチェプリンスルでは劇団四季とのコラボが行われました。番組では劇団四季の劇場に潜入し代表作のライオンキングを取材しました。 メンバーたちは動物のリアルな動きを表現するパペット人形を体験しました。キンプリのメンバーは劇団一人から指名された動物の役割を担当しました。平野の仕様はチーター役に選ばれました。しかし、シマウマのパペットは予想以上に重く、流せ角はずっと下を向いたまま硬直してしまいました。 平野もチーターの操作に苦戦しましたが、練習を重ねることで徐々に慣れてきました。続いてメンバーたちは動物になりきり、アドリブの劇で練習の成果を披露しました。しかしなぜかチーターはガゼルとシマウマから逃げる展開になりました。平野は、狩るつもりだった、とコメントしていますが、ガゼルの行きたい気持ちが強すぎて撤退しました、と述べました。 最後には、劇団員と共にダンスを披露するために、メンバーたちは30分間の練習に取り組みました。人牛自由多は新しい種類のダンスに苦戦しましたが、舞台に上がると高品質な踊りを見せることができました。他のメンバーもダンスを楽しんでおり、長瀬角は楽しもうと思った、と述べ、高橋山は、 途中で皆さんの歌声が聞こえてきて、今この皆さんの雰囲気を味わっていると思ったら、気づいたら終わっていました。と感想を述べていました。劇団員たちもキンプリのパフォーマンスを絶賛し、凄す,すぎて熱意が伝わってきました。とコメントしていました。この放送に関しては、ネット上でライオンキングのパペットの操作は大変だったんだね、といった声が寄せられました。 また、キンプリのメンバーは即興で素晴らしい表現力を見せた。たった30分の練習であのクドリティのダンスを披露するなんて、さすがキンプリだ、といったコメントもありました。この機会を通じて、最新情報をスムーズに受け取るために、チャンネル登録をお願いしております。心から感謝しております。ありがとうございました。